声大きかったすいません。日曜日福島11です。第57回福島記念 G3 の開講していただきます。皆さんよろしくお願いします。はい、福島記念は、芝 2000m の G3 のハンデ戦ですね。はい、これはねなかなかまずすごいなというふうに思います。まずラップですよ ね、前半の3ハロンが33秒6、そして 1000m 通過が57秒3っていうのはこれはサイレンス鈴鹿並みのラップです。でそのラップで私ももちろん皆さんこれレース見とった時に1000m の通過あのタイムの57秒3っていうのが出ますよね。うん、はい、だからやっぱそれ見た時に、まあ、私は全部崩れると思いました。全部崩れると思ったら、鼻を切ったこのパンサラッサが圧勝して他の逃げ馬たち先行馬みんなぶっ潰れましたよね。これはパンサラッサが完全にキャラクターを、確立したと言っていいと思いますね。あ、森岡さんどうもありがとうございます。ありがとうございます。ナイスです。ポイナイスですけどコメントは上にありますね。はい、丸20丸で的中しましたと。はい、ヘミドール単幅とマレンでワイドス各3点でしたと。前走が吉田豊騎手で内容が良かった馬を狙う僕のセオリーの一つですと。パンサラッサはこのソロ条件にぴったり、なおかつヘミドールは吉田豊騎手と3走ぶりのタッグ、即座に 大本戦にしようと思いましたと。忘れない2分間になりましたがヘミドールの短所惜しいなと。いや惜しくないです。悔しいなんかごめんなさい。いや無理です。パンサラッサ強すぎる。確かに。いや無理です。でも生まれにとってあるんだ、ね、いや生まれにとっては全然いいじゃないですか、ね、生まれにとって単勝は絶対無理です。さっき今から話すけどこのこれねすごいな。すごいのはこのラップで圧勝してしまうとねこの後どうなるかっていうと今回パンサラッサは鼻切るまでにどうでした。コントラチェックまあまあ外から来たけどまあこの、ね、ラップでね行ったらもうこの後ね誰も競られない競れることができなくなるんですよ。そうですね、当たり前ですけどこのラップって次パンサラッサと戦うジョッキーとかみんな見るんですね。ということはこのラップで鼻切られたらついていった自分が潰れるんですよ。はい、ということは自分で潰れるのが分かったら競りに行かなくなります。はいはい、ということはパンサラッサはこれから先楽に短期逃げ打てるようになってくると思うんですよね。そうなるともっともっと活躍します。もちろん時計の短縮がポイントになります。2000m 今回で何回走ってる12回目なんですけど、今回の1分59秒2っていう走破時計が一番早いんですよね。はい、ってことはこれから先ね馬場がもっといい場所になっていくと時計の短縮が要求されるじゃないですか。それはこの馬にとっての課題になりますけど重い芝が舞台であれば、相当な活躍できると思います。はい、うん、あ次有馬記念らしいです。面白いですね。でもめっちゃ行くじゃないですか。もう決まってますね。うん、いや有馬記念出てきたら面白いじゃないですか、ねうん、どうなんですかね。うん、ちょっとめちゃくちゃ面白い。馬券難しいな。うん、あなるほどね。サードガノベルさんが、まあ、でも今回は三角として季節バーブションの一番、まあ、3番手ですけど一応上がってたんですよね。うん、あとねちょっとね これもねよく私言う話なんですけど今までは福島でしか走らなかったじゃないですか。それが福島以外でも重い芝居やったら走るようになってきたりあと前走上がり33秒0ってこんな足も持ってんのってちょっと驚いたりしたりしてた。ね、走れる幅とかが広がっていくと破壊力とかがなくなってくるんで、ね、その福島での安定性もなんか過去よりはないなっていう印象。そうですね、うん、いいとこなしでしたもんね。うん、そうですよね。心の灯台これ何してるんでしょうね。いつも歩様は硬い馬ですが今日は特に気になりましたっていうコメントですよね。ちょっと状態面多分なかったと思いますね。まあ、ブラバスも、まあ結果論ですけどまだ復調するにはちょっと至ってないなっていう負け方でした。ヒュミドールは先週の月曜の時も喋りましたけど小倉記念が言ったら重い芝の2戦で上がりかかる競馬やったんですよ。だからやはりヒュミドールはそこがベスト条件っていうのを今回分かりましたよね。まあそれはモズ流れ星も同様なんですけどモズ流れ星はちょっと金量の増もありましたけどこれもちょっと走らなさすぎですけど、はい、っていう感じですよね。うん、ステイフーリッシュは上がりのかかる競馬が得意なんで、はい、この馬向きの流れになってるんですけどそれで4着っていうのは、うん、トップハンデがやっぱちょっと答えてるのかなっていう印象はありますね。うん、はい、うん、まあ新たも2000メートルや
よりはもうちょっとやっぱ距離長い方がいいかなと思いますけど、まあ、それでもよく走ってますよね。はい、あやっぱ重い芝やったら 2000m も一応許容範囲やと思います。そのね、前がね、まあ、パンサラッサがすごいペースで飛ばすことによって先行馬がバテバテになったから、サシウマはもう最高峰の位置取りでも、まあ言ったらこれっていい流れになってるんですよ、はい、それを考えたら例えばマイネルファンロンとかバイオスパークとかサトノエルドール、モズ流れ星、このあたりはちょっと不満が残ります。確かに、そんなとこかな。はい、まあ、今回はこのパンサラッサのすごいラップ、このラップは本当に、まあ、久々に個性派っていうかすごい馬出てきたなと思います、はい、あのすごい逃げ馬が出たかなと思いますね。57秒台、 2000m の通過57秒台でサイレンス通過ですからね、はい、そうですね、これ有馬記念できて同様のラップを逃げたら、いや面白いな、ね、ちょっとだけ緩めてとかだったらね、さっき言ったの楽な逃げが打てる、いや、まあ、あの絶対に競ってこないです誰も、うん、G1 にだって絶対に10、33秒台のラップについていた自分が潰れますから、ついていって潰れたら怒られますからね、調教師も馬主にも、だからそれをできないんですよ、へえ、面白いですね、面白いです、はい、今後は面白いですね、はい、はい、じゃあ有馬記念でもちょっと、ね、ワクワクしましょう、はい、はい、というわけで、以上日曜日福島11レース福島記念の愛子でした、ありがとうございました。